皆さんこんにちは。FNN プライムオンラインニュースからです。パナソニックは、インターネット上の仮想空間、メタバースの事業に本格参入すると発表した。最新技術が並ぶ世界最大規模の見本市、CES が、アメリカラスベガスで開かれ、パナソニックは、メタバースの関連商品を披露した。軽量の VR、仮想現実に対応したヘッドセットのほか、音漏れ防止機能のついたマイクなど3種類の端末を子会社から2022年春以降に発売し、事業に本格参入するとしている。2022年の CES は2年ぶりに対面形式で開かれたが、オミクロン株などの感染拡大で大手企業が IG で出展を取りやめるなどの影響が出ている